はい、こんにちは、深夜です。こんにちは、急なゲストこんにちは、急なゲストが来ました。準レギュラーのソラです私が一番それ近いですね、合ってますよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。またお願いします。呼んでいただいて。ちょっと何やるんですか今日は。なんとですね、はい、あのコアラのマーチに、はい、なんと名前入りのコアラのマーチが、はい、あるらしいですね。僕もなんか見ました。500種類の名前があるらしくて、おー、すごっ。なんとそこに深夜が入ってるんですよ。おー、もう選ばれしもの。まあ深夜はありそうっすよね。空はあるんですか。空も入ってる。なんとすごっ。選ばれしものを集めました。ケンジは入ってます。それがなんと入ってるんですよ。入ってるんですよ。ケンジが入ってるっすね、はい、ケンジもよくあるっちゃうんですかね。でしかも、はい、名字もちょっとだけ入ってるんですよ。なんと藤枝が入ってるんですよ。本当だ。前田が次あるからだ。いや全然わからない。藤枝になってるんですよ。なってますね。こうなってますね。まあこれで4つ買ったんで、しかもこれなかなか売ってなくて、探した。まあこの中から出ればもう最高です。最高。出なかったらどういうオチにしないといけないんですかね。困りましたね。まあ、出てもどうなんだっていうところもちょっとありますけどまあやってみる感じです、はいはい、じゃあもう1個ずつ出していく感じですか。そうっす。おそれで尺を稼ぐ感じですね、はい、まあでも何かしらバンドマンの名前が入ってるんで、あ、選ばれし、あ、それも面白いですね、はいはい、それをちょっと触れながら。そうです。あ、なるほど。まず1個目いきます、はいはい、これ一斉のですか。いや、僕からいきます。じゃあ、はい、エマです。エマ。エマなんて珍しい名前出ましたね。エマ。エマ。女の子ですかね、多い。うん、まあ、あんま聞かない名前ですよね。聞かないですね。珍しい。なかなか珍しいですね。バンドマンにも。いないですね。いないかも。多分。いないですね。女の子ですか、なんかついて、あ、女の子っぽいですね。星ついてますね。食べるんですね。ここいいですね。じゃあ、いきます。セラさんの方は。はい。マッコ。マッコさんですね。あ、デッドマンじゃん。デッドマンです。マッコさん。ちょっと分かんなかった。マッコさんですね。さすが。すげえ。マッコさんです。ちょっと大先輩なんで、あれですけどね、はい。恐縮ですけど、食べます。食べていきましょう、そこ。うめえ。やばいの出た。え、やばいの出た。え、2個目にして。何ですか。レイ。僕じゃないですか。しびれ走るのレイさん出ました。やばい。マジですか。すごい。マジです。あ、入ってるっすね。入ってる。あ、ちょっと取っとこ。それ取っとく。俺マコさん食べちゃった。やべえ。それ取っとくんですね。すごすご。やばいっすね。ゆきおさん。ゆきお。はい。あ、デザイアーのボーカルのゆきやさん。そうそう、人も違う。ゆきおさんあるんですね。いただきます。朝日。朝日。朝日。なんでやんないですか。めんどい。めんどくさい。朝日さんは、あ、あれじゃん。朝日。なんですか。D のボーカル。朝日。朝日さん。あ、え、やばい、これは。これはやばい。え。まさかのレイさんです。やば。こんな出ます。どういうことですか。取っときますか。取っときましょうか。ヒロミ。ヒロミさん。これもうデッドポップスター。あ、そっちです。ゴーヒロミさん。そちらに。いやいや。そらさんも詳しいですね。ゴーヒロミ。ゴーヒロミ。いや、バンドマンじゃないから。スターでしたね。マオさん。おお。ああ。いっぱいいますね。そうですね。シドマオさん。いますね。サディマオさん。マオさんいますね。これ取っときましょう。取っときましょう。やばいの来た。何ですか。青木。藤枝の先輩の。僕らしか、そらさん分かんないじゃん。どう聞いていいんですか。僕、あれ全然、僕がその二十歳ぐらいの浪人時の先輩です。青木さん。すごい嫌いな。まあなかなかちょっと大変だった。ディラン・グレーの。ディラン・グレーの、はい。青木さん。まあ縦社会がすごかったんで。縦社会ですよね。そうですよね。はい、食べますか。いや大丈夫です。2人がきつくなってきたら食べます。春夜。惜しい。惜しいですね。
惜しい。惜しいですね。俊也さん。俊也さん。サッカーやってそうな名前ですよね。そうですね。俊也。はい。道博。道博。うん。います。知り合い。バンドマンとかでも、ね。道さんはいますけどね。道さんいますね。マスケラのボーカルに。トーマス。トーマス？トーマス？トーマス僕の。友達のフィンランド人のバンドマンにいますよ。マジですか。僕の知り合い覚えてるか分かんないですけど、今セックスマシンガンのドラムトーマス君。ああ、トーマス君、僕のこと覚えてますか。覚えてないです。覚えてないです。高橋。あ、苗字。高橋。苗字シリーズ来ましたね。高橋はたくさんいますけど。高橋はもうボーイの。ああ、誠さん。誠さん。はい。ドレミ君。あ。出た。ドレミダンじゃん。ドレミダンしかないですよね。しかもくんづけっていう、うん、ドレミ謎の、はい、お、マサシ。お、ベルサイユ。ベルサイユス。ベースマサシ。マシ。飼ってる猫はピースケ。かわいい。詳しいですね。夏木。お、夏木。夏木。あ、いるじゃん、デュエルジュエルのベース。ー詳しいっすね。すごいですね。パッとで、ね、夏木マリさんぐらいしか出てこないんですね。あゆみ。浜崎しか出てこないですね。浜崎しか出ないですね。浜崎あゆみさんですね。はい。大好きですから。はい、世代っす。おロバート。お、あ、お笑い芸人。秋山。秋山さん。秋山さんね、みんな大好き、秋山さん。はい、山崎。お、あ、俺はもうたくさん。いますね、はい、いるバンドマンで。バンドミオ、ミオ山崎じゃないですか。おバンドウーマンか。あとドラムで山崎圭さん。あ、本当だ、はい、あとデザートの元マネージャーですね。あとスピッツのドラムだザキヤマさんっていう。あ逆パターン。ミサトさんいそう。僕の地元です、埼玉。ああミサトさんいただきます。 あれじゃん、ムジブレの社長のミサさん。ミサさん。とはつかないです。ミサさん。無理くりやってきますね、シアさん。ミサさんはもう、お世話になって、30年ぐらい前から知り合いなんで、僕は。あ、そうなんですね。はい、地元が一緒で。ああ、そうなんですか、はい。小林。あ、あれじゃん。ノーベンバーズ。ノーベンバーズ。ディケーズの初代ボーカル。はい、おぉ。ミノジも結構ある。これはいないんじゃないですか。いるかな。イオ。イオさん。イオ、イオ、イオ、松本しか出てない。イオさんしか出てこないですね。さっきヒロミも出ましたからね。お夫婦で。夫婦で出ました。吉政。おあんま聞かないですね。いそうでいない。そうですね。マサヤさん。マサヤはあれじゃん。カゲロウの前のベース。はい、はい。安藤。安藤。安藤。ミオジ結構出ますね。はい、安藤は、安藤は、安藤は、いやいや、まあちょっと知り合いにいますね。なるほど。バンドマン。バンドマンの、バンドマンの知り合いにいます。笑ってる。高之。高之。あ、これは。ピアスの。ギターの。なかなか。バンドマン。でも出てきますね、はい、バンドマンの方が、ね、高山田孝之さんじゃあ、もちろん面識ないただのファンですけど、あ、また出た、イオ。あ、イオ、イオさん、ニコニコちゃん、ニコくん、ニコちゃんはすごい高校生のクイズの強い人でいるんですけど、でもあだ名ですかね。いや多分本名と思う。吉明、吉明、いますか、誰か前います、いそうで、いないですよ、ね、いないですよ、まあなんか茶道部とかにいそうですね。茶道部、ジム、え、行く場所ですよね、ジム、ジム、カタカナですか、はい、あ、じゃあ海外のジムさん、まあうちの事務所にいましたけどね、ジムっていうあだ名が、へえ、あ、そうなんですね、初代ファンクラブのスタッフで、ノットのあだ名はムジオくんでした。あ、ジムがあだ名なのにムジオくんってさらにあだ名がダブルネームで派生ジュンヤ、あ、あれじゃん、惜しいですね、キリュウのドラム、あ、お、それ順次でいいですね。ジュンヤさんあれだ、ゴシックっていうバンドのボーカル、トシヤさんが元いたバンドの、へー、はい、それはガチガチです、すごい、
甘かってましたね、朝日。D ね。朝日さん。ユージ。中西ユージ。カリガリサポートドラマ。はいはいはい。元バロックの。元バロックの。そっか。ユーさん。僕の兄弟子ですね、一応。ドラムの師匠が同じなんで。一緒にイケア行ったことありますよ。あ、いい、それ自慢されましたよ、ユーさんに。行ったんだよね。あれまたかな、ヨシヒロって出ましたっけ。いや、あ、眉毛ですね。出てないです。また眉毛。ヨシマさんみたいな感じでしたね、さっき。ヨシアキじゃなくて。ヨシアキか。ヨシヒロ。イオリ。あ。イオリ。これなんか名古屋のバンドマンにいた気がする。イオリさん。最近ですか。いや、ちょっと昔の。あ、昔の。ヤスヒロ。なかなかバンドマンには ない名前になってきましたね。なってきましたね。やすひろ。まゆみ。あ、まゆさんはラレーヌにいるんだけどね。まゆみまでいっちゃう。みまでいっちゃうと女の子になっちゃう。なるほどですね。ゆきえ。ああ、デザイアーボーカルね。ゆきやさんですね。すいません。ケンイチ。お、ケンイチさんじゃないですか。ドラマーの。誰？え、元マシンガンズの、あと今アリスナインのショウさんのソロのドラム、うん、あとニュークリッドロマンスのギター。まああと元メリー。あ、そうだ、はい、それが一番最初に出てた。忘れてた。あー、惜しいっすわ。え、シン。あー、ビビットになっちゃった。ビビットになっちゃったっすね。ビビットになっちゃったっす。あとバサラのギターね。ピビットの新さん、ちょっと先輩なんで。遠藤。遠藤。遠藤さん。遠藤。あ、ソフトバレーのボーカル。おお。リエ。リエ。すでにバンドマンではいなさそう。いないですね。あ、もうラス1です。あ、マジか。はい。あや。あや。あや。サイコルシェーム。あ、サイコルシェームだ。ですね。ギター。はい。松浦や。松浦や。ってことはこれも最後。あ、そうですね。もしかしたらなんとか。あ、こっそり同じですね、やっぱり。同じです。中島。お、中島さん。あ、PA の人に。PA の人に。PA の人に。ディラングレード。中島さん。はい、昔いました。あ、はい、大御所の。ルナシーもずっとやってた。中島さん、すごい。ゴールデンボンバーとか確かやられてる。中島さん。じゃあ1箱目終わった感じですね。はい、まんここ、はい、やっぱハイライトはレイさんが2点っていう。ちょっと出てほしいですけどね、深夜さんかソラさんか。そうです、ね、多分ソラレアな気がしますけどね。ソラってソラってだってなかなか。本名何なんですか、その名前の。僕の本名ですか、はい、僕ユウスケです。どこがソラやねんっつって。どこがソラやねん。メイ。メイ。メイ。トトロ。ちょっとそうですね。バンドマンいそう。メイでもいそうですね、メイ。ひなの。吉川しか思いつかないですね。吉川ひなのって誰ですか。え、ひざむさんの元奥さんですよ。ああ。ももか。おわ。ももかちゃんは、バスケ部のマネージャーかな。ヒロムさん。ヒロム。ヒロム。科学部とかにそうですね。ちょっと残って実験やってみて。ちょっとオタクキス。はい。ヒロコ。ヒロムの妹の可能性が出てきましたね。出てきましたね。セイゴウくん。セイゴウ。セイゴウ。はい。ああ。いませんよね。セイゴさんならデッドポップスターズのベースにいました。セイゴウさん。セイゴウかいないし。あ、初めて聞いたこと、その名前。絶対空手部ですよね。セイゴウ。グロービー。ヨシヒデ。ヒデヨシならデザイアのドラムにいたんですけど、ね。デザイアちょっとすいません。ヤスユキ。さっきも出ましたよね、多分ね、ヤスユキ。で、なんか、ヤスヒロじゃない。ヤスヒロ。ヤスヒロか。ヒナタ。ああ。ヒナタ。まあ、学校に一人はいる感じの。バンドまではいないですよね。しましたね。サチコ。
小林幸子です、ね、あ小林さんしか出てこないですね、うん、デザートのベースそれさっちゃんですねさっちこじゃないの本名あれは本名は、竹内龍馬しか出てこないですちょっとバンドマンがバンドマンっぽいのが出てこないなこれにかける全然もうひろふみさんですからねひろふみあアインスフィアのボーカルだうわ詳しいあきひろあ秋はいっぱいいるんですけどね秋はいっぱいいますいっぱいけど、まあ、俺あ一番印象強いのはベースの方なんですけど吉田秋さんうわこれは来てうわこれ嬉しいっすわついに来た僕新屋さんの前でこれを言えるのは嬉しい楓あお楓といえばディラン・グレイの、ね、一番インディーズの時のそんなありましたっけありましたよ実家にありますから俺実家にありますから実家にありますからね僕の空の前のステージネーム楓だったんですよ。そう。じゃあ実質も当たったみたいな。記念の楓っていうドラマ2人さらに知ってますね。そうですね。いますよね。はい。渡辺。おお。うちの事務所にいましたね。あと絶対どこの学校にも一人いますから、ね。今いますね。結構多いですね。会社にも一人いる可能性がありますからね。あります。あだ名は鍋さん。大体そうです、ね。大体そうです。若菜。女の人の名前ではちょこちょこ聞きます。まあ、そうですね。はい、若菜さん、若菜。ツッコミどころがない名前ですね。あ、また出た。まさや。あ、かげろうの前のベース。えみ。えみさん。えみちゃんかな。えみ。えみるは、ラレーヌのベースにいるんですけどね。つなげていくんですね。つなげますね。ひでゆき。4文字シリーズが結構。大気、大気、大気、大気いそう。あ、また出た。ひろふみ、アインスフィアのボーカル。おーうわあ、ね、来た？すごい人を引いてしまいました。ひでと、おお、ひでさんだ。松本ひでとさん。来た。僕の大好きなひでさん。すごい、なんか嬉しい。岡田。岡田。V6 ですね。ああ、まあまあたくさんいますよ。この同じ地元の岡田くんね。え、そうなんですか。やっぱあのそうだそうだ、そういうことですね。勝則。勝則は春奈さんじゃん。それはディルのテックの人です。ディラングレーの楽器テックさん。はい。よくわかったですね。出てくるんですか。リマ。おー。初めて聞きました。リマ。でもないですよね。いますね。リマ。そうですけどね。ヒデオ。ヒデトに鈴木。ヒデオ。ともゆき。普通の名前ですね。マミ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 さん。まあ、いないですよね。コメントなくなったのも。あずさ。あずさ、これはもうマゾヒステリアのボーカルですね。すごいですね。バンドのすぐ。和弘。四文字シリーズ。四文字シリーズなかなかないですね。和弘。構成。え？構成。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 やばい、残り少なくなってきた。結構少ないですよね。マナ。あ、出た。しました。これもう当たりぐらいの勢いです。マナ様。これはもう当たりですね。もう一緒に巣鴨に行った。巣鴨に行って、すごい再生数ですよね。バズったと言っても過言じゃない。唯一バズった。唯一ではない。唯一ではない。巣鴨といえばマナ様。マナ様ですね。すごい動画でしょ。すごいですね。たけし。たけし。たけし。カメレオンにいました。ああ、そうですね。そうかそうか。あとはビートたけし。あと車屋のそう、車会社の車を管理してる、あもういろんなバンドマンの車を管理してるたけしさん、はい、清水さん、清水屋レコードですね。あ僕もちょっとそれが出ちゃったんですけど、まあ面識ないですけど、はい、あ藤田君清水屋レコードじゃなかった、レイはだからレイと若干ちょっと、あ食べちゃったリズ、リズなんて怖い、もうないですよね、逆にいそうですけどね、
バンド名でありそう。バンド名だ。ギャルの服のブランドにありますよね。リズリズリサ。リサやばいやばい、終わっちゃう。マユ。あ、マユ。ラレーヌのギターだ。きた。さっきマユミやりましたか、うん。翼。うん。いそう。もう一生で出てこない。今井翼しか思いつかない。ないね、あとあれ女優の。本田。あ、本田翼。あ、わかんない。わかんない。女優全然わかんない。わ、マサハル。バンドマンいますよ。え、誰？福山雅治。バンドマン。うわもうトップオブトップじゃないですか。もう藤枝くんの業界の よく知ってる。はい。よくよくじゃないよ別に。マサハルさんについてたからずっと。いやいやついてない。なんでボールですか。ちょっとまあ。バイト的な感じで。え、福山雅治さんね。あの、でもライブっすよ。ミスズ。でも可愛いらしいのか。ミスズちゃん。そうでいい。ミスズちゃんはね。ミチ、ミチさん。あ、ついに出た。マスケラ。ミチさん。あとアリスインメンズウェア今は。詳しいっすね。みのり。岡本図のベースの浜岡本の弟。人気あるんですか？あります、でも浜ちゃんの子供と、ね、そうそうそう、イクミ、ミノリ、イクミが浜岡本、構成くんです。あ、もしくは俺に構成しろよって言ってたんですよね。そうですね、そうですね。あと何個ですか、しなさん。いや、ラス1だこれ、これで深夜のそれぞれ来たらすごいぞ。そんな奇跡起きますか、ね、だこれ三彦。三彦。おらん。コナン。コナンだ。コナンの。あれ、俺入ってないと思う。え、一個少ないの。そんな、で電話しますか。いや、まあ、ロッテに。グラムで決まってる。グラムで決まってる。はい。個数が。超最後楽しみ、あれ。最後ってやりたかったのに。一応ハイライトがやっぱりダブルレイさん。ダブルレイさんと、まあ、楓さんと、ヒデトさん。ヒデトさんとマナさんと。いや、どうしますこれ。どうするのこれ。追加で買います。怒る。まあこのロッテが第2弾出した時にまたやりますか。まあ、好評っぽいんでやるかもしれないですね。深夜と空は多分外れてると思うけど。一新してるんです。もう入ってない。もう入ってない。まあでもこの動画が高評価だったらまたリベンジするかもしれないですが、ぜひ高評価を一旦押していただけたらと思います。みんなの力で、はい、再生数をもう一回やらせてください。はい、ちょっと見たいです。小原のマーチでした。ありがとうございました。さよなら。